番でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌1号1へ、はい、今夜も佐渡島からお送りします。7月の30日、いよいよ明日で7月も終わり、うん、まあ梅雨が明けてから本当に暑い日が続いて、体調管理大変だかと思います。昼間はひたすら暑い中で惣菜部手伝いをやっとるんですけど、その時に、かかさんの酢リンゴ酢を飲みながらつったって、氷の水のところにちょろちょろっと垂らしただけなんですけど、そうやり飲みながら、汗だくだくになってやっております。まあそれが功を奏してか、いつもだと腹壊したりして、なんか怪しげな、ちょっと腐りかけたようなもん食うたりして、怪しげなの食うとすぐ下痢になってしまうんだけど、今年は、そういう下痢もなく、冷たい牛乳飲むとまた何時間後にか必ずピーッとくるのも、そういうのもなく、まあ去年と例年と違うとこったら、本当今年は酢を飲んどるからということで、この酢の力っていうのがかなりこう、胃腸に影響を与えとるのかなと思いながら、大成功なんだろうと、まあ今年8月いっぱいか9月ぐらいまではずっと続けてみようかと思っております。酢リンゴ酢ってやつです。ほんで今日はこのできたばっかりっていう、小畑酒造さん、マノズル小畑酒造さんの学校蔵をちょっとやってみようかということなんですが、まあ今月のちょっと7月出荷の日が7月あ7今月の 7月今月のじゃねえ2019年の7月になっておりまして、1号仕込み1号か仕込み1号となっております。これ3本かなんかタンクがあるということで、その一発目、仕込み1号の、これ荒走りと書いてありました、書いてあるやつです。荒走りと書いてあるんだけど、これ生なんだかどういうんだろうな、その辺がようわからんけど、まあそれと1号の生っていうのと、このまあ緑の瓶っていうのは今までにねえかったタイプっていうか、あの色の瓶としては今までにねえかったやつ。そんでこれが火入れと書いてあります。1号、まあ、いつもこの黒い瓶だったように思うんですけど、どんなやつも、荒走りと生と火入れと3種類あって、この辺り今度は仕込み2号っつのが出るっつんだけども、まあその前に1号をちょっとやってみようかということで、いつものようにまあ味を見たり香りを楽しむにはこのグラスに限るなと、遠いとこからやってきた、名前忘れた、ノージングタンブラーというんでしょうか、グラスです。でこれを今初めて開けて、この荒橋から一発目から一発行ってみようかと思うんですけども、行ってみるわけですけど、これを開けて飲んでみる、どういう味だか全く、生まれて初めて飲む酒なもんで、どういうことになるかちょっと分からんけどっていう意味では、ちょっと怖さもあるけどやってみます。でまあ詰めてまま飲んでみて、その次にやることは、まあ我ら熱燗小僧の会ですから、これを燗して飲んでみるということなんです。で飲みながらも冷やで詰めてまま飲んでみる間にもちょっと線を入れて温めとこうかなということなんですが、まあそう熱線でもぬるめでいいんだろうから、すぐにうい温まると思いますが、いや初めて飲んだのが何年前か忘れたけども、最初はすごいこの木の香りが強えなと思ったんだけど、あんまりそんなに木の香りも
戦になってきとるけど、やっぱりなんか攻め大衆があるような気がして、何なんだろう、なかなか優しい感じがして、はい、うまみもあってなかなかいい感じだな。ほんのぬるめの缶をしたやつをいってみます。ほんのぬる感かもしれませんが、なんか特別そのギスギスした厳しい感じの味ではなく、もうなんかこうだいぶこう優しい味わいです。香りとしてはちょっとそのちょっとやっぱセメダイン臭っていうかセメダインのような匂いがちょっと気になりますけど、度数はこれ何度なの、強いのかな、強そうな感じがして、やっぱり 17.5 あるということで、もうちょっと厚めにするとこう逆に引き締まるような気がします。ちょっと柔らかいだけど度数が高い、ちょっと高めな分こう辛口にも感じるような、そんな、これ生なんだかな、どんどん、で杉の木の香りがほんのかすかにあるような感じの、まあ出来たての酒なんでしょうが、ほんと出来たてのこうなんかこうビシビシくるようなそんな感じでもあるけど柔らかい味わいもあるという、緑の瓶の、学校蔵、小畑酒造学校蔵の、仕込み1号のあらばしというやつでした。今度この次は、生、仕込み1号の生っていうのをやってみて、それが終わったら次はまた火入れしたやつ、火入れしたやつは今すぐ飲む必要はねえかもしれませんけど、あと半年1年2年と置いといた方がいい、味が出てきていいんだろうと思うんですが、まあ明日あたりはこの生、明後日には火入れでやってみようかという計画です。どうなるわかりませんけども、はい、またお付き合いください。はい、なかなかおしゃれな感じの酒でした。以上、佐渡伊藤酒店晩酌1号1会でした。おっと